世界旅行という人類の夢、いくらぐらいお金がかかるのか、そしてどうやってそのお金って集めてきたのか。どうも、会社員を辞めて夫婦で世界旅行に出ているゼロ級の冒険です。今日のテーマはズバリ、世界旅行ってどのぐらいお金がかかるのかっていうところについてお話ししていこうと思います。これね、 DM やコメント欄で一番もらう質問なので、今日はもう出し惜しみなしで明確に整理してお答えしていこうと思います。そして僕たちと同じように、今会社員とか学生さんとかやられてて、いつかは世界旅行出てみたいっていう人に、人生をね少しでもワクワクしてもらえるように今日は動画を回しております。まず金額の前に、なんで今日この話をしようかと思ったかっていう経緯の話なんですけれども、まあお金の話なので皆さん気になるとは思うし、こっちもね説明するのは結構簡単ではあるんですけれども、もう一方でお金の話ってね、世の中的にはあんまりこうよく思わない人、まあ妬みとかそねみとか、あとはまあ結局金かよ、夢がないみたいな、こういうネガティブな受け取られ方をする方も多いので、正直僕たちとしては、まあ説明するのはその簡単ではあるんですけれども、あんまりね説明するメリットが実は僕たちないってずっと思ってて、これまで回答してこなかったんですけれども、とにかくその類の質問が多いっていうところと、冒頭でもお話した通り、僕たちみたいに会社員とかね、まあ、学生さんとかでもいいんですけれども、今ね一生懸命こう働いていて、いつかはその世界旅行みたいな夢を叶えたいって思われてる方もいると思うので、そういった方にね、ある意味こう参考値、指標となって、より人生を意味のあるものにしていってもらいたいなと思って、今日このお話をしようということにしました。今日はね、それでただね金額をポンって言うだけだと内容がないので、まあそれをね、なんでそれがこうかかるのかっていうところの内訳の話と、具体的にそのお金の集め方とか、あとはね、僕たちがちょうど3ヶ月世界旅行第2弾に出発するので、その計画をねもう具体的に見ながら皆さんの参考にしていってもらって、皆さんの次のアクションにつなげてもらえればと思います。具体的な金額の前に、すごい大きな大前提をお話ししておかなければならなくて、皆さんね絶対こう勘違いされてる部分っていうのがあって、世界旅行っていうとね、なんかこう旅行会社とか出てるパック、あの1個のね大きなパッケージみたいなので、世界旅行イコールいくらみたいな、こういう感じでね1個のパッケージみたいな感じのイメージ持たれてる方がいるとは思うんですけれども、実は全然そんなことはないです。もちろんそういうパッケージっていうのもあるはあるんですけれども、実際ね僕たちの周りで世界旅行出てる方の中でも、自分たちでね行きたい国のリストをこう並べていって、計画を自分で個別に練られて回ってるって方が結構多いので、大きなパッケージっていうよりは、一個一個の国々で使うお金のこう積み重ねで具体的なトータルの金額が決まってくるっていうところは大前提として押さえていってもらえればと思います。でもう一個大きな大前提なんですけれども、これから具体的な金額についてはお話はするんですけれども、その一個一個の積み重ねっていうところで、金額って人によって全然変わってくるんですね。本当に安くで済む方もいれば、結構こうゴージャスな旅行をするっていう人でもう全然金額差が出てきますし、あと6ヶ月行く人と1年間行く人では、それだけで当たり前ですけど金額がね倍違うので、今からお伝えする金額っていうのはあくまでこれから世界旅行を夢で持たれてる方が、だいたいいくらぐらい貯金があれば世界旅行に出れるのかっていう参考値として聞いていってもらえればと思います。はい、ということで具体的な金額の話に入っていくんですけれども、だいたい1年間ですね、1年間回る必要はないんですけれども、だいたい1年間ゆっくり時間をかけて地球をねぐるっと一周回っていくと、だいたい1人当たり、まあ、200万円から400万円ぐらいかかるというふうに言われています。これはね、まあ、ネットとか調べたらいっぱいそういう記事出てはくるんで、ぜひね見てもらえたらと思うんですけれども、だいたいバックパッカー的な旅行ですね、ホステルとかモーテルとか、あとドミトリーみたいなところに泊まってバックパッカー的な旅行をするってなると、だいたい200万円ぐらいで、日本でいうビジホみたいなところに泊まって
って旅行していくと大体400万円くらい一人当たりかかるというふうに言われております。じゃあゼオ機はどうかっていう話だと、僕たちはビジホに泊まってることが多かったり、撮影のためにリゾートホテルに泊まったりすることが多いので、大体その400万円の方に近くなるかなと思ってます。僕たちの場合はそれプラスニューヨークでヘリに乗ったりとかダイビングしたり、あと馬まみれになってみたりとか、こういったアクティビティの部分がかかるので、400万円プラスその部分がかかるかなといった、こういったねイメージになってくるかなと思います。はい、次はですね、皆さん、まあ、金額だけ聞いてもね、世界旅行すぐ行くぞっていうイメージはなかなか湧かないと思うので、具体的にどういう項目があって計画どういう風に練っていくかっていうところを一緒にやっていこうと思います。前回の動画でもお話しさせてもらったんですけれども、ゼオ機の募金は8月末から世界旅行第2週目を回る予定でして、3ヶ月のショートスパンで回る予定なんですけれども、その計画をね、今ちょうど立てたところになります。なので、この計画をね、今超タイムリーの最新の情報が詰まってますので、これを見てもらってね、あ、うちはダイビングが1000からもっと安くなるわとか、ヘリには乗らんでいいからもっと安くなるわとか、そういうのをね、理解してもらって、皆さんの世界旅行の計画の参考にしてもらえればと思います。じゃあ早速やっていこうと思います。今回は僕たちが実際に計画を立てた時のステップごとに説明していこうと思います。順番としてはこんな感じ。ステップ1、行きたい国リスト。まずは世界旅行、夢の話だから最初は行きたい国やスポットを一気に並べる行きたい国リストの作成から始めてみよう。ここは本当にお金とか時間とか治安とかいろんな制約なしに上げていくのがおすすめ。せっかくの世界旅行だからアドレナリン爆発するリストを作ってみよう。今回ゼオ家でピックアップした行きたい国リストはこんな感じ。中をざっと見てみると、前回地球一周した時には行けなかった国や、もう一回季節を変えておかわりしたい国とかがメインで入ってる。ステップ2、世界地図で旅の予習。この中でなるべくお金と時間を効率よく使う方法を模索していく感じになるんだけど、こんな世界地図買っておくと見える化ができるからおすすめです。日本から出てどう回っていくか、こうやって付箋で航空券の値段を並べながら地球規模でルートを確認していってください。これだけで世界旅行始まるぞっていう感じワクワクしちゃうよね。世界旅行ってマジで3日後くらいには計画がガラッと変わっていくものだから、最初はざっとした計画を立てることをおすすめします。航空券調べるときに使うのはスカイスキャナーで、行き先は入れずに片道で調べるのがおすすめ。こうすることで最安で行ける場所が見つかるから、これでルートを決めながら行きたい国リストの場所を回るのがおすすめ。航空券探す時のポイントは、いかにして日本安く出るかが超大事で、日本って世界的に見ると極東の島で、どこへ行くにしてもマジで高い。逆にロンドンとかニューヨークとか世界の中心になってる国はどこ行くのも結構安いし、トルコとかドバイも地理的には中間地点、ハブ空港として結構安いと思う。ゼオ券の次の冒険ではヨーロッパをメインで回ろうと思ってて、そうなるとイスタンブールかドバイから回ろうと思ってたんだけど、意外と高くて8万円から10万円くらいしたから、逆側ハワイを見たらなんと今ジップエアで4万円台で便が出てたから、今回はこの東回りで行くことにしました。これね、何がすごいって4万円っていう値段もすごいんだけど、直行で行けるっていう点がすごいんだよね。航空券って安く抑えようとする裏技たくさんあるんだけど、どれもどこか経由する便ばっかだし、直行で安くする技ってほとんどないから、このジップエアは神だと思ったね。ステップ3、時期の確定。ルートが決まったら次はそれをカレンダーにざっと並べる作業。世界旅行のお金を見積もるときは期間がめちゃくちゃ大事で、6ヶ月の人と12ヶ月回る人でシンプルにお金が倍になるから、行きたい国リストの国を全部回るのにどのぐらいの期間がかかるのかっていうのを確認してください。ここで大事なのは、その時期にしか開催されないお祭りや特定の季節にしか見られない景色に合わせて予定を組んでおくことが大事になるね。これも計画がコロコロ変わることを見越して本当に大まかで OK です。せっかくの世界旅行だから余裕のあるプランを立ててください。ステップ4、トータル金額の見積もり。ルートと期間が決まってくると、いよいよあなたの世界旅行の金額が見えてきます。まず大きくかかる部分は航空券、宿代、食事、この3つがベースになってきて、それプラスアルファレンタカーとかダイビングとかヘリ、アクティビティがメインになってくる。航空券はさっき見積もった感じでザザッと並べるとこんな感じ。宿代は日によって変わってくるんだけど、ゼオ家の場合は普通のビジネスホテルに泊まる予定だけん、だいたい1人 1.5 万円で見積もってます。1人 1.5 万円って結構高く感じる人
もおると思うんだけど、アメリカとか調べてもらったらわかるけど、今めちゃくちゃ物価高くて、この金額でようやく2つ星3つ星とかのホテルが泊まれるって感じなんだよね。逆にドバイとかバリは新しくて綺麗なホテルが数千円とかで泊まれるから、安くていいホテル泊まりたい人はアメリカとかヨーロッパ先でそっちに行くのがおすすめだし、ホテル1人当たりの1泊分の値段、安い国は普通に1人3000円とかからあるから、行く国によってこの値段は調整してみてください。次、食事。これも国によるんだけど、今回ゼオ家ではヨーロッパを中心に回るので、1日1回は外食することを見込んで5000円としています。これもキッチンついているドミトリーに滞在して全部料理しますとかっていう方はもっと安く見積もってもいいと思います。今回僕たちもオートミールとか自前で準備してあっちでの食事安く健康的に抑えたいから、またやってみて分かったことがあったらシェアしようと思います。最後、アクティビティ。今回考えているアクティビティはこんな感じ。レンタカー、ヘリ、ダイビングなどなどでざっくりこんな金額かなと思ってます。これは予想つかないので超ざっくりでいいかなと思ってます。ってことでこれを合計した1人当たりの金額がこんな感じ。3ヶ月の値段なんだけど、高いか安いかいかがでしょうか。比較論的にお得かどうかっていう話すとキリがないんだけど、大事なポイントは人生の夢の実現ができるかっていうことだと思ってるので、僕は自己実現のために今この瞬間何よりも優先してスミちゃんと一緒にこの活動に大事な人生の時間とお金を使っていこうと思います。最後、おまけでお金の集め方。最後にお金の集め方なんだけど、これは僕が会社員辞めるときに使ってたマインドマップっていうツールで、お金以外の悩みを全て解決してくれる魔法のツール。お金ってどうやったら集めたらいいんだっけって思ったときに、やり方は人それぞれできること、できないこと、向いていること、向いてないことがあるから、ありとあらゆるあなたの知恵を絞ってここに書き殴ってほしい。使い方はこんな感じ。まず真ん中に解決したい問題。今回の場合はお金って書いちゃって、次に思いつく自分の収入源。例えば貯金、給料、ボーナス、退職金、株、提供金、副業、借金でさえもここに書いてください。これはできるかどうかっていうのは後で考えるとして、思いつく限りのアイデアをここに書くっていうのがポイントになるね。そうすることで枝それぞれに金額が見えてきて、曖昧な項目には次の枝が生えてくる。こうやってアイデアの枝をどんどん生やしていって、お金をどんどん集めてくるっていう手法になってきます。僕の場合は会社員の時は2馬力で収入の入る副業がおすすめでした。特に自分の場合は当初旅をしながら仕事をするっていう感じの意気込みがあったので、かなり力を入れてリモートで仕事できる仕組み作りをやってました。僕の場合だと1月に退職するって決まった時に、2月から4月まで残りの勤務期間が3ヶ月、その後有給期間が2ヶ月ってパターンだったんだけど、勤務期間3ヶ月の時に全力でスミちゃんに手伝ってもらいながら SNS コンサルや映像編集の副業をして、その後有給期間に入ると同時に旅をしました。有給消化期間の給与は丸々海外で活用できたので、これもかなり良かったと思います。その後最終出社日に一旦日本に帰っていって、夏のボーナスとともに退社、そして退職金ももらったので、旅の最初の方は資金に余裕が持てたかなと思います。ちなみによく旅をしながら働くっていう広告とか SNS を見るんだけど、あれはよっぽど単価が高いか物価の低い国に滞在する予定がない限りは絶対にお勧めしません。っていうか広告書いた人も絶対やってないと思ってます。旅人って普通に働いてる人が取らないような日程で航空券やホテルを取れるから、安い日程でコストを抑えながら旅行できるんだけど、仕事のせいで無駄にホテルに滞在しないといけなくなったり、航空券の予定ずらさないといけなくなってかえってコストがかかったんだよね。僕も旅始めて半年間くらいは副業で始めた SNS コンサルと映像編集の仕事を海外でリモートでやってたんだけど、タイミング悪く1泊12万円の星のやバリで夜中にミーティング入って、そのまま Excel 作業をカタカタやって全然堪能できなかった時とか、フランスのパリで割と高いホテルでとんでもない時差の中日本とミーティングして体調悪くなっちゃったりとか、結局隙間時間でやってる仕事なんだってお客さんの満足度は低いし、自分が得たお金と稼働が似合わない結果になってしまいました。世界旅行を始めるならできれば最初からきっぱり旅に集中して旅行期間を無駄にしない方が気持ち的にも金銭的にも得をするかなと思ってます。それとよく聞かれる質問で、日本の家ってどうしてるんですかっていう質問もあるんだけど、僕はスミちゃんと出会って付き合って3ヶ月目くらいで気合と男気でローンで家買っちゃってるので、その家を売るか貸すか考えてたんだけど、結局家具をどこかに移してまた帰国した時に戻すって結構費用もかかるし、住所移転させるのも面倒だったので家はそのままにしました。ただたまたまそのタイミングで1年間単身赴任で家探してた後輩がいたので、その後輩に家賃半分払ってもらって貸せたので有効活用できたかと思ってます。副業だったり後輩の単身赴任だったり、そんなことできる
イメージ湧かないって思う人も多いと思うんだけど、自分もサラリーマンの時はそんなイメージ全く湧かなかった。でもいざ夢を追い求め一心不乱に活動すると引き寄せの法則っていうのが働いて、なぜかそれに共鳴した人や仕事が集まってくるっていうのが当初すごく不思議だったね。それとよくこういう話をすると旦那さんのおかげとか嫁は楽でいいなとか変なコメントがつくんだけど、それは全面的にありえません。僕のおかげの時もあるし、スミちゃんのおかげの時もあるので、当然夫婦なのでお互いの理解と協力がない限りここまで絶対にたどり着けなかったと断言できます。ということで今回世界旅行いくらかかるのかっていうところと具体的な計画について説明しました。皆さん参考になりましたでしょうか。まあこれ高いって思った方もいるかもしれないし、意外と安いやんと思った方もいるかと思います。で世界旅行ってね、まあいろんな人生の夢が皆さん持たれてると思うんですけれども、例えば芸能人になりたい、社長になりたい、有名になりたい、世界旅行ってその中でも結構ね唯一自分の力だけで達成できる夢だと僕は思ってて、会社立てて金めっちゃ儲けるぞっていうのとかも結構運要素とかその資金が必要だったりする。芸能人になるぞってなってもなかなかその持って生まれたものとか、それこそ運とか競争とか、まあ、他人のね力に打ち勝って達成するような夢ですけども、世界旅行っていうのはある程度その資金は必要ではあるんですけれども、よし明日から行くぞって決めちゃったら明日から始められることができるし、もうお金がなくなったからこのぐらいでやめとくぞ、日本に帰るぞっていうなっていうところで、その将来叶えたい夢の中でもまあ自分だけで完結できる夢なので、ぜひともね興味ある人はチャレンジしていってもらいたいなと思っております。ということで今日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。これからもね人生をワクワクするような情報をお届けしていこうと思いますので、ぜひいいね登録で応援してもらえると嬉しいです。それでは人生は自己実践と家族孝行、続きのご機嫌は続く。